こんにちは、プロドリフチャンネルです。こちらガーベラの花です。ガーベラには大きく分けると、鉢植えで楽しむタイプのガーベラと庭植えで楽しむタイプのガーベラがあります。こちらは鉢植えで楽しむ方のガーベラ、まあ草丈これは低いタイプですけれども、こちらの鉢植えで楽しむタイプのガーベラを庭に植えてしまうと、もともとガーベラは過湿に弱いので根腐れしてダメになってしまうことがあるので、こちらのガーベラは鉢植えやコンテナで楽しみます。一方こちらのガーベラは過湿にやや強いので、こちらの方は庭に植えたりコンテナに植えて戸外で楽しむということです。まあ両方ともお日様好きですから、基本的には戸外で大丈夫なのですが、冬の寒さには両方とも弱いので地上部枯れてしまいますが、土が凍らないように管理をしていただきたいなというふうに思います。お日様大好きですから、よく日の当たるところで管理をしてください。そして肥料は次々と花が咲いてくれるので、水溶性の肥料や緩効性の肥料を春から秋の生育期間中には定期的にやってやる。そうするとどんどんと花を咲かせることができます。地上部冬寒さでなくなってしまっても枯れてはいないので、捨ててしまわないように気をつけてください。